桑田真澄。オセロで黒が圧勝している状態の顔面を持つ元読売巨人軍エース。マウンドに立つ彼の顔を見たバッターはどこに白を置いたら勝てるんだろうとつい考えてしまうので、その隙にストライクを放り込むというやり方だけで勝利を収めてきた卑怯大物。ちなみに彼の顔面のオセロは四隅が白で埋まってしまっているため死んでも勝てない。あげるよ。すごいな。